お茶楽の今お茶楽ブランドに、対しまして姉妹ブランドということで、お茶楽音人と書いてサラウンドと呼んでいただいてます。サラウンドブランドというのをあの、立ち上げております。はい、技術的にあのどちらもお茶楽 の、 あの最先端の技術を、投入しておりますので、滑らかな低音から高音まで、きっちりとしたつながりの音を目指しております。販売元、はい、お茶楽のは当然お茶楽あの弊社で販売させていただいてるんですが、サラウンドブランドはあの TTR 株式会社の方からの販売となります。音作りの方はあの私お茶楽山岸の方で担当させていただいているというのも共通でございます。トルネードイコライザーとかツインイコライズドエレメント、この音響方式というか音響をどう組み立てるのかで大体あの8割以上の部分の音質が決まってしまっています。ですからあの、こだわりの厳選素材を少し範囲を、広げてもうちょっと楽しいデザインにしようとしても音質がほとんどといったら損なわれることなくいろいろあの面白いことができるんじゃないかということで今回 の、 あの企画とブランドの立ち上げにつながったんです。お茶楽さんはその厳選、いわゆる天然素材に近いっていう、まあ、意味合いも含まれますけど、弊社の方はあの、まあ、そのもっとこれ広げて楽しく、デザイン的にもこの何でしょうちょっと可愛いと言いましょうか、まあ、そういう方向で、なおかつその多少リーズナブルということをあの目標として、サラウンドブランドを立ち上げてみました。サランドモデルの、まあ、第1号としまして、どんぐり楽という、モデルとして、出させていただきます。まあ、和をちょっとあのイメージしたあの色でということで、4色、考えてみました。で、まあ、メインとしますとこの紫、これをあの江戸紫という呼称で、作ってみました。で次に、紅赤、コズミ、黒い墨と書いてコズミという陶器をイメージした白磁という色呼称で4色展開を考えております。トルネードイコライザーが外から見えるようになっております。これがあの最大の特徴ですね。イヤホンで耳を塞ぐとあの実は、耳を塞がないで普通に音を聞いてきた時と劇的にあの耳で聞こえる特性が変わってしまいまして6kHz ぐらいにすごい強烈なピークができます。それがあの取るのがあのお茶楽の技術なんですけど、そのうちのトルネードイコライザーという技術は嫌な音を消しています。いい音を楽しくというのがコンセプトになります。透明度をまず上げなければいけない。透明度を上げるということはこの、樹脂を成形する金型というものがありまして、その表面をきれいにこう、まあ、磨くかないと、中までよく見えないというところをちょっと苦労しまして、何回かこのトライをしまして、で、まあ、これが一番お客様もこれ中に確かにあるねっていうのが分かりやすいようなそういう、視点でこの、材料を選びました。フロントキャビンの中に金属のリングが見えてまして、そこはスタビライザーということでどうしてもあのモルドなので若干こう泣きますので、その金属のあのリングを挟むことでちょっとそういう振動も消すように考慮しております。よく見ていただくとなんか色が2種類使ってありまして、ちょっとしたこだわりですけど、まあ、この白磁、からしますと、まあ、リアハウジングと呼ばれているこの白いものなんですけど、それと透明で、明るいイメージでちょっと真ん中だけ暗くしたイメージ、それが、この白磁と紅赤、江戸紫と小泉、これは、まあ、真ん中でもキラッと光らせようということで、先ほどのトーンを下げたリングの色よりも明るくして、目立つようにという、ことでイヤホンを作りました。すごい先進的な実はエレメントで、この、エレメントのプロテクターっていうあのなんすかね、前面についてる保護板みたいなところと、あとこのフレームですね、全体の磁気回路を支えるフレーム、ここにあの液晶ポリマーっていうあのよくあの振動板とかでも使われている非常にあの強的に高性能な素材で
ユニットを構成しておりますので、あのユニット自体から出る響きっていうのは非常にいいというか、まあ、あのこの、イヤホンに関わる全ての部品をちょっと変えただけでも音って変わりますので、その中でも心臓部のエレメントを構成する、素材に、液晶ポリマーを使ったということで、非常になんか嫌な音がしないというか、さらにあのクリアな音になっておりますので、それは全くあの、今までのとはちょっと違う音にもなっております、はい、これが、ね、液晶ポリマーですね。あの特徴としては音速っていうのが音の伝わるスピードがものすごく速くて、で Q が低いって、あの叩いた時に嫌な音を出さないっていう両方兼ね備えていまして、あの音速が速いだけだったら金属があるんですけども、その金属ですとキンって鳴るとその音が止まるのに時間がかかるのが、こちらすぐ止まるということで、コンマ2ミリの内径のチューブで低音を調整してまして、あのすごい低音が伸びながらも締まった低音がこの細い管を使っているおかげで出ております。エレメントも小さくっていうことが最近ありまして、で小さくするには結構まあできるんですが、樹脂でやるとなると、その樹脂の持つ、剛性っていうのをやっぱりある程度必要なんですが、この液晶ポリマーっていうのは薄くても結構あの強度的には強度は保てるという、そういう利点がありまして、で、まあ、音響的にも、まあ、さっきおっしゃられたようなことがありますので、非常にこの、何でしょう、小さく軽くっていうのはあのに適している樹脂だとは思います。お客様のちょっと要望も多くありました、この接続コードというものを、今回、楽つけます。アンプとかに接続する場合にはストレートタイプの方が邪魔にならないということで、ただあのウォークマンとか、まあ、iPhone とかをあの、まあ、ポケットとかなんかしまうときには L 型の方が邪魔にならないということで、短いこういうあの変換のケーブルをつけてほしいという要望がありまして、あの即採用ということで今回あの開発していただきました。去年の秋のヘッドホン祭で、3種類の位相補正チューブの長さを作りまして、長いもの、今までと同等の中ぐらいのもの、あの短いものと3種類作りまして、あのアンケートをしました。その結果がこちらのご覧になっている結果なんですけども、あの弊社が想定していたのは、あの今現在フラットホクロ等で売られている28ミリ相当というところなんですが、これよりも長い方がいいという方が多かったので、今回ですね、あの位相補正チューブ長いタイプが必要だろうということで、あのこの開発の経緯、開発してあの発売に至ったということになっています。でここの位相補正チューブの長さとですね、外耳道のお客様の長さがあった時に一番あの何て言うんですかね、刺さりが少なくて綺麗に聞こえるということが分かっておりますので、今回あのご要望の方長いというタイプで、フラット方、長い方が赤ですね、一応波長が長い方が赤とかそういう方向なので赤というのを、位相補正チューブをこうつけまして、こちらのフラット4赤というタイプを作りました。でもう一点、あのフラット4、黒も2型になってまして、なんで2型というかと言いますと、この位相補正チューブの、なんですかね、精神の塗装ですね、この辺をさらに強化して、まあ、特殊な塗装に変えてよりあの余分な音を出さないような形になってまして、この、 あの塗装の違いがわずかなんですが、音質として聞いてみるとかなりの効果があるということで、2型塗装、今までと違う塗装ということで2型になっております。この外側の塗装ですね、これがあの非常に振動をより抑えるような塗装になっております。お客様の外耳道の長さというのは人それぞれですので、イヤホンの音の良し悪しっていうのは実際本当はご本人にしか分からなくて、今回の位相補正チューブの長い方がいいか、あの標準の今までのタイプがいいかというのもお客さんがもう視聴していただかないと分かりませんので、ぜひあの藤屋さんの店頭、あの、まあ、またおちゃらくの店舗、こちらで聞いていただいて、あの判断していただけるのが一番かなと思ってます。フラット4シリーズで使っているツインイコライズドエレメント方式、
これが国内の特許も取れていたんですが、今回新たに US アメリカのパテントが取れたということでちょっと持ってきてみました。他にも中国とかインドとかそういうところヨーロッパとかにも出願しておりますので、一応のワールドワイドな技術ということで、今後ともいろいろさらに微調整をしながら開発を続けていきたいと思っていますので、面白いものをご用意できたと思いますので、ぜひお越しになってください。はい、お茶楽ブース、今回、お茶楽というブランドと、サランドというブランド、2つご紹介しますので、ちょっと合成しまして、お茶楽サランドくっつけてお茶楽温度ということで、祭りということで温度ぴったりじゃないかということで新しいロゴを作りまして、このロゴは看板にしてちょっと大きめに目立つところにこう、かけようと思ってますので、これは目印に来ていただけたらいいなと思います。で、そのサランドとしまして、どんぐり楽、これを試聴機含めて用意させていただきますので、ヘッドオン祭り、10日11日と、ぜひお立ち寄りお願いいたします。特にどんぐり楽のはかっこいいパンフレットも今作成中ですので、ぜひお楽しみにしていただいて、お茶楽の方は従来の簡単なパンフレットを用意してますので、それも楽しみにしていただければと思っています。よろしくお願いいたします。